ですか、むしろ。あ、皆さん、今日はですね、実はなんと、私の美の伝道師こと、バービー姉さんのお宅にお邪魔しておりまーす。やってピッチ。バービーです。これでやったピッチ。コンパクトになりました。ありがとうございます。ポンポン、ポン、言いそうになっちゃった。違います。それじゃ、違います。お邪魔したしていただいて、はい、我が家です。お邪魔します。うん、まあバビさんは渡辺の事務所の先輩なんですけれども、普段から仲良くさせていただいてて、今日はですね、なんとお招きいただいて、こちらの、ダダーン、カレーをなんと振る舞っていただくという形でございます。せやねんな。キーマカレー、やで。夕張出身なんです。おかしいな。ということで、こんなに山盛りで作ってもらっちゃったんです。見えますか?4人前しかもね、あのこだわりがあって、こうサフランライスでバービーさん作っていただいたりとか、スパイスもね、すごい入ってるんですよね、たくさん。あすいません、たくさん用意していただいちゃって。いえいえ、もうこちらこそね、なんか変なテンションになっちゃっててごめんなさい、ね。全然です。もうお酒飲まれてる。麦茶です。はい、そうです。お邪魔いたします。すいません。これはもう、じゃあいただいてもいいですか？もう食べちゃってよ。わー、バービーさん的こだわりは。はいでーす。わかった。こだわりないんですか、これ。こだわりでも、スパイスは8種類ぐらい入ってますね。すごい。実は私のこの作成のしてる動画がバービーさんの YouTube チャンネルにも上がるんですよね。これを作ってる動画が。あ、そう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 。あ、そう、レシピ見てください。なので、詳しいことはじゃあそちらを見ていただいて。じゃあ早速すいませんが、いただきます。どうぞ。あー、そう。ちょっとお腹ペコペコなので、私。いただきまーす。あ、やっぱスパイシーですね。ジューシーな感じもいいですね。いやー、美味しい。本物じゃん。うん、ゾクゾクするね。本物じゃん。うん、美味しい。やっぱトマトさっきめちゃめちゃ大量に入れてたから、それがすっごい効いてる。ちょっとなんか、うん、母のような気持ちで見ちゃうわ。しっとりしちゃう、なんか、うん、センチメンタルの気分になる。あ、そう、なんかすごいさ、あのホールが入ってるから、なんか人形みたいなの出てきたんですけど。そうそうそう、人形みたいなの出てきたんですけど。人形だったらやばいね。昔流行りましたね、こういう糸で巻き巻きにされた人形。みんなぶら下げてたやつ。高校生の時ね。あったあった。今のはグローブと言いまして、和名では長寿と言います。戦国時代には出陣する際、はい、長寿の香りを兜に叩き込めたとも言われています。昔からある薬物。薬物じゃないよ。ちょっと言い方間違えちゃった。薬入れ、ちょっと。スパイシーなやつ。ごめんなさい、ごめんなさい。エリカです。踊り出しちゃうから。やめて、ちょっと。バービーさんのお宅、やっぱりこう、神聖な、やっぱり、ヨガをやられてるから、本当なんかこう、いろいろ、祭り立てられてますね。あ、そうなのね。気になってるでしょ。はい。もう、爆気になりします。そうだよね。おまじないかけて。胃袋空っぽになった。なりました。ならないですよ。ならないですよ。こんなつもりじゃなかったと思ってる。こんなつもりじゃないよね。でもファンなので、こういうバビさんがこう、こうスピリチュアル、うん、あのネタもやってたじゃないですか。あ、やってましたね。はいはいはい。あれが大好きすぎて2回ぐらいやった。ちょ、バーサだ、死体のポーズ。あ、そう。はい、あなたは今死んでます。うん、ストーリーズめちゃめちゃ見てるよ。え、恥ずかしい。私のファンの方ってマリアンマレースペシャルサポーターズなんですけど、うん、バービーさんってマリアンマレーウルトラスペシャルサポーターズですよ。一回それ言ってくださってめっちゃ嬉しかった。覚えてない、覚えてないよ。覚えてない、笑ってる。ごめん。いつもさ、開通はいつしたんですかっていうコメントに答えててさ、すごいなって思ってるよ。やっぱバビーエも開通お姉さんですもん。いや、それはちょっと失礼かも。開通お姉さん、いやいやいや、やりまくってたわ。ちょっと違いますよ。じゃあオブラート包んでください。せっかく開通って言わんで。ごめんなさい、すいません。包んでるんで。でも自分はすごい、なんかそう、開通願望がすごいあったので、うん、幼少期から、うん、なので理にかなってるんか。そうなんですね。はい、それを発信していくことに対しては別になんか何のためらいもないし、うん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 、ただ親とは顔を合わせるのがちょっと気まずいみたいな。ああ、うん、確かにね。そういう感じです。うん、親って YouTube の動画見てくれて毎回そのなんか感想くれるんですけど、うん、開通の時は絶対触れないです。へえ、うん、でもお兄ちゃんとか地元帰ると「おい、うん、でタッチ」って言われてるんですけど、うん、タッチ開通してんだねとか言われます。おい、いつ開通したんだとか言ってきます。お兄ちゃんも結構やばいね。
昨日飲みに行った先のママがさ、うんうん、ドラッグクイーンでさ、うん、飲み込めなかった姉ちゃんの土屋太鳳のモノマネしながらモッパンしてる動画をめっちゃリツイートみたいなしてた。うん、嬉しい。ドラッグクイーンか。ドラッグクイーン、あれを見て、これを見て笑ってくれてるんですか、うん、嬉しい最近でもこれをとか求めてくれる方が多くなってきてすごい嬉しいです。本物来たよ、ここに。え、オタク訪問で。え、うん、来た、うん、番組で。番組で。あの、まあ、バビさん、私美の伝道師ってさっき言ったんですけど、まあ、私すごく崇めていて、こう衣装とかをいただけるって話になって、えみたいな。まあ、そう、なんかみんな後輩3人ぐらいだね。で、来て集まって、まあ、みんなで山分けして、じゃあなんかせっかくだから手巻き寿司パーティーしましょうって言ってバビさんが全部その用意してくださって、食べて途中にピンポーンってなったんですよね。でなんかそれであのインド人の方がいらっしゃって、でそれでバビさん、私たち後輩さんにはひそひそひそみたいな、どこの彼氏かなみたいな。バビさんやんちゃだからやっぱりグローバル系の方も手出すんだなとか思って手出すって前をよくよく聞いてたら、初めまして、あ、そうなんですねみたいな。あ、ってことはやっぱなんかちょっとちょめっ、あ、そう、ちょめっとは言わないかな。まずぜひ召し上がってくださいなんか昔の自分の時開通で、私の時ちょめちょめだごめんなさい、ごめんなさい。ちょめるか、ちょめる方なのかなと思って、で、それで様子見てたら、じゃあねって送り出してくれたんですよね、うん、2人で。そうだね。そっから先は何があったのか全然わからないんですけどそれからの今日だったので。あ、そうだね。はい、すぐちょめる人だと思われてる。違いますよ、違いますよ違います、そんなことないです。間違いないですけども、ファンドリーのケーキですよね。え、ありがとう、めっちゃ美味しいんですよ。ケーキ買ってきてくれるなんて最高じゃん。昼間からビール飲みながらケーキ、うん、美味しい、本当に美味しい。あー、うまー。ちょっと私のモノマネ聞いて。あ、はい。ノンタンと一緒、一緒に踊ろう、千秋さん。いける？原本を聞いたことないからわかんない。わかんない。ノンタンと一緒、一緒に踊ろう。顔が顔が生えてるのがいいですね。え、絶対いいじゃないですか。私誰かのモノマネできるかな。ザキヤマさん。いや、そのままじゃん。そのまま。井上真央さん。ん？井上真央さんに似てるって言われたことあるんだけど。あ、でもここは似てますね、多分。排除した、すべての、全部排除した、ここが多分似てるのかもしれない。キッズは、チャップ麺だけ言えばいいってもんじゃないですか。カレー食べてる間の姉ちゃんに、変なのが来ないように結界張ろうかなと思って。大丈夫。これで結果晴れたから、うん、気持ちいい、うん、気持ち悪い、うん、いいでしょう。いいね。気持ちよくなりたいという願望です、私。あ、これを聞いて、素晴らしい。あ、本当ですか。なんかね、伊藤あさこさんこれ聞いて泣きそうになったって言ってた、うん、人によってね、なんか嫌だっていう人とかね、うん、気持ちいいっていう人とかいる。うーん、いいな。楽しかった。いいな、挨拶考えよう、私も。うん、あ、リズミカルか。作りましょう。バビさんなんか、あ、でもリーンとかいいんじゃないですか。いいです。どのチャンネル？チャクラチャンネル。チャクラチャンネル。チャクラチャンネル。バインバインバイン。バビでーす。もうじゃあ止めません、私は。もう好きなようです。ポップなやつ。ポップなやつ。ポップなやつ。私のネタを JK とかやってると思うとなんかやばい。そっか、JK。JK はやらないね、こんなのね。うん、難しい。確かに。あーやばい。あ、いいね。ありがとうございました、バビね。でも、ちょっとこれ、もうちょっと自分食べたいので、じゃあもうちょっと食べます。はい。で、後ほど。ということで、今日は、すいません、バビねのお宅にお邪魔して、長々とおしゃべりさせていただいちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。このカレー美味しかった。バビね のチャンネルが、開設されたということで、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでお邪魔いたしました。バビネのチャンネルの方にカレーの作り方等載っているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、見てね。よろしくお願いします。あ、ここに貼っときますね、はい、ということで、はい、高評価とチャンネル登録お願いします。お邪魔いたしました、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。